皆さんこんにちは、下田海中水族館です。突然ですが3月20日は下田海中水族館開館57周年を迎えます。そこで今回は特別企画、動物たちと比べてみたを行います。動物たちと比べてみたでは、下田海中水族館で飼育しているいろいろな生き物の能力や特徴をより分かりやすく伝えるために、実際に飼育員と比べてみるという企画です。早速第一種目からどうぞ。第一種目はおまわり対決です。ルールは単純で、10秒間水中でよりたくさん回れた方が勝ちとします。今回は怪獣担当のダイちゃんとゴマフアザラシ小春の対決です。いつでもいいですよ。アザラシは水の抵抗が少ない防水系をしているので、後ろ足の器用な動きと合わせるとスムーズに回ることができるんです。水族館に来た際にはぜひアザラシたちの回る姿もご注目ください。第2種目はフンボルトペンギンとの足の速さ対決です。ペンギンショーで歩いている空中散歩の距離約15メートルを歩き切る速さを競ってもらいます。ただ普通に競争していると歩幅的にも人間の圧勝なので、今回人間はフンボルトペンギンの骨格に合わせたポーズで歩いてもらいたいと思います。岩木トレーナーとナンバー68番愛称1の対決です。位置についてよーいドン。ちょっと早くない？ペンギンたちの骨格を人間が再現してみると、しゃがんでかかとを上げているような形になります。結構きついので皆様ぜひ試してみてくださいね。
最終対決はカワウソと大食い対決です。こちら下田ザメバーガーと金目コロッケバーガー各2つずつ4つです。今回はコツメカワウソわさびが1日に食べるアジと同じ量を体重比で計算して人間も同じ量を食べてみるという対決です。さすがにハンバーガー4つの早食いは大変なので、今回は美味しく食べれるように大食いにしたいと思います。わさびの方も準備万端です。よーい、ドン。1つ目完食ということでありがとうございます。トマトが入ってるのでちょっと食べやすいです。手を離しました。わさびラストスパートに入っております。コツメカワウソは陸上でも水中でもよく動き回ることから、体重の 20% ほどの餌が必要というふうに言われています。これは人間でいうと体重50キロの人が1日10キロ食べるということなので、とっても大食いということわかるかと思います。残り一つは他のスタッフと一緒に美味しくいただきたいと思います。はい、動物たちと比べてみた、いかがでしたか？皆様もぜひ身近な生き物や水族館動物たちと私たち人間を比べてみてくださいね。今回動画に出てきた下田ザメバーガーや金目コロッケバーガーは下田海中水族館で食べることができます。ぜひ皆さん食べに来てくださいね。それではバイバーイ。